で全ての願いは叶えた。ではさらばだ。おい、おい、聞こえるか？目が覚めたようだな。気分はどうだ？そうか。どうやらリンクシステム自体は正常に稼働したようだ。聞きたいことは山ほどあるだろうが、まずは自己紹介をさせてもらう。俺は16号。レッドリボン軍に作られた人造人間だ。突然ですまないが時間がない。要件だけを話すとしよう。お前は今フリーザという宇宙人にリンクしている。要するにそいつの体に憑依し乗っ取っているということだ。とはいえ言葉だけではピンとこないだろう。その目で確かめてみるといい。驚くのも無理はないが、これは現実だ。本来ならお前の精神は孫悟空にリンクするはずだったのだが、すまない。何かしらのトラブルでフリーザにリンクしてしまったらしい。安心しろというのもおかしな話だが、元の体に戻る方法はある。それはもしもし、聞こえているのでしょう？聞こえているなら返事をなさい。どうやらフリーザの精神が目覚めたようだな。フリーザは俺の声が聞こえているだろうが、奴の声はお前にしか聞こえない。まずはフリーザに何か話しかけてみてくれ。なるほど、無作法者ではありますが、最低限の挨拶はできるようですね。もっとも挨拶の時で私が許すことなどありえませんが。